え、これ妹やん。何？うっそやろ、あいつ TikTok に顔さらしてるやん。やっば、行くとこまで行っとんな。妹さん TikTok してんの見して。え、第三の妹にしては可愛いやん。あいつも承認欲求には勝てんかったか。いやでも大して再生されてないし承認ならずやな。昔は漫画とかトレカとか好きなオタク女子みたいな感じやったのに、もうだいぶ遠い存在になってしまったやん。ちょっとどんなんか見ていったろう。僕も見して。え、夏草木取り韓国女子っぽく変身。しょうもないしょうもない。あ、やめて、共感性周知がすごい。確かになんかそのポージングとかも素人衆が漂ってるな。うわ、コメントでも言われてるやん、キモすぎ、ガキがシャシャあんな。すっごい言われようやけど、こいつはこいつでゴジエグいな。他の投稿も見たろう。韓国女子風メイク、この度胸どこからくんの。なんでこんな自信ありげに顔アップできるのやろ。ブサイクすぎて笑うた。コメントずっとボロカスやん。全然ブサイクちゃうのになんでやろ。韓国女子オリジナルファッション、ハッシュタグが迷子やん。ハッシュタグを自分の好きなもの書く欄とかと勘違いしてるんかな。うわ、へそ出してる。しかもそれでちょっと再生回数多い。こっから露出多くなっとんな。単純、どっちも単純。へそ出すな、惨め、早やめろ。コメントしてんのずっとこいつやな、年男48。アンチのくせにゴジだらけやね。なんでこんなシャドウバンされてそうなやつにアンチ活動しとんねん。全部間違っとるわ。妹さん、年男48に粘着されてるで。他のにも全部アンチコメしてきてるんちゃう。ほんまや、年男48ってなんやねん。なんか腹立ってきたな。確かに恥ずかしいけど、どこの誰かもわからんやつに妹バカにされるのちょっと腹立つわ。僕も YouTube してるからわかるけど、アンチコメントほんまに精神やむで。年男48なんとかせなあかんのちゃう。でも俺が TikTok 見たの知ったら余計やむかもしれんし、とりあえずいいね押しとくわ。心臓も押してくれ。僕 TikTok 入れてない。ただいま。おかえり小雪、もうすぐご飯やで。いらない。なんか食べてきたんか。食欲ないの。なんかあったんか。困ったことあったらお父さんなんでもいいや。うん、大丈夫、もう寝るね。おやすみなさい。あれだいぶ来とんな。何が来とるんや。もしかして小雪、学校でいじめられてるんちゃうやろな。ちゃうよ、別に何もない。何もないならいいけど。よし、今日もあげてないな。何見てるん。 TikTok。 ほとんど TikTok なんか見るんや。ちょっとな。ほとんどどんなん見てるん。若い子が音楽に合わせて踊るやつ。ほとんど何歳やった。48。キモない。キモない、キモない。ほとんど見る目変わったわ。ごめん、でもバンバンしてる。いや、キモいわ。気もない気もない、うつうつ。まあええわ、 TikTok してるんやったらちょっと相談してみようかな。何や。実はな、小雪 TikTok で顔さらしてるんよ。ああ、知ってる。知ってるんや。あんな派手な格好してな。まあでもあいつもインフルエンサーになりたいっていう夢があるんやろな。でも全然見られてへんし、変なやつにコメント欄荒らされて。いや、あかんやろあんな。お父さんは反対や。ああ、身内からしたらキモいけどな。お父さんなんで我慢できんくてコメントしてもだもん。コメントしたん。キモすぎとか、さっさとやめろとか。ええー、見てられへんとか。ええー、全部の動画に書き込んでる。年男48やん。ええ、なんでわかったん俺の ID。 うっせやろ。何が年男48なん。そうやで、なんなん。何が目的なん。何が。もう全部全部全部よ。ひどい目に遭う前にやめさせたいねん。お前がひどい目に遭わせてるやん。親に向かってお前って。なんかもう父親としての尊厳が全て失われた。もう父親とも思いたくない。なんでやねん。俺のおとん48で女叩きしてるやん。きっしょ。しかも相手娘やん。キモいキモいキモい。いや、キモい。俺はな、キモい。それはキモい。こっちのターンゼロ。あ、あれ身内からしたらキモいってやつ。もう超えた超えた。次元が違うキモさ。え、親父48で社会人やのに5時ひどい。地味にこれが一番きついかも。48、48、うるさいねん。なんやねんさっきから。ただ俺はあいつを守りたいねん。ならせめて止めるとかさ。なんで匿名で違反したん。あい、ゆえに歪んだ。あいやん、かわいそうに小雪、飯も食えんくなってるやん。え、あれ俺のせいなん。そうやで。どうしよう。ちゃんと謝りや。許してくれるかな。わからん。あの、待ってくるわ。何が年男ホテルじゃん。あれ、ゆえになんか